こんばんは、さやかです。3月24日日曜日です。昨日はジョブチューンでトミノピザ vs 一流ピザ職人の対決がありましたね。その中でニューヨーカーが食べているピザとストロベリーシェイクが話題になっていたので、今日注文して食べてみました。なかなか美味しかったです。そうそう、秋山歌謡祭をメモ少年の YouTube チャンネルで見逃し配信してたので見ました。確かクラウドファンディングで529万円集めて制作費に充てていたのですが、ほとんど西川貴教を呼ぶためだけに使われていた感じで笑っちゃいました。面白かったです。来年も秋山歌謡祭をやってほしいです。今日は13時半くらいに起きてお昼ご飯を食べた後、たい焼きを2つ食べて YouTube を見ていました。夕方から雨が降っていましたね。それではまた。